い、上野遊具場さんの昭和サイズ26センチです。お願いします。はい、まだ炭がバチッと出ていないため、ちょっとまだ想像がどのようになるのか分かりづらいかなと思いますが、この鯉も確実に炭は浮き上がってきそうですね。上野さんの鯉、割と早い段階から炭が出やすいので見やすい昭和ができやすいですね。色も赤くですね、肌もよく抜けるので非常に見やすい感じの、分かりやすい昭和になってくれると思いますよ。四段模様の見やすい感じの鯉ですね。はい、寄ります。真っ赤な紅ですね、豪快な炭の流れ方をしていますので豪快な昭和になってきそうですよ。はい、横見です。はい、こちらの横見、下から炭が湧いてきておるため、決まるとですね、豪快な昭和になりそうです。はい、寄ります。どのように炭が流れるか楽しみです。はい、本当にこう炭次第でね、はい、変わってきそうな、そんな昭和ですね。はい、いかがでしょうか。最後入れたいと思います。はい、ぜひよろしくお願いいたします。